で、組み直している進行法につきましては、日本小説テニス連盟の小説大会のホームページに、すでにアップされてますので、そちらを確認して、いただきたいと思います。本日の団体戦の進行法については、昨日の個人戦の結果を踏まえて、昨晩、進行法を作り直しております。で、修正された進行法につきましては、ソフトベース連盟のホームページに、昨晩アップしておりますので、広報委員長の田中です。本日の個人戦につきましては、すべてビデオ撮影し、日本ソフトテニス連盟 YouTube で配信することになっております。カメラ周辺の声を拾うことがありますので、ご配慮の上ご協力よろしくお願いいたします。1番コートから8番コートまでの試合すべてを撮影いたしますので、カメラ周辺の声を拾いますので、ご配慮ご協力よろしくお願いいたします。
本部よりお知らせします。9から11日コートの団体戦の練習のコーナーの時間が参りましたので、次のグループと交代してください。よろしくお願いします。
ございます。Thank you.
進行席から連絡します。男子団体戦の受け付けがまだの件があります。愛知県、島根県です。男子団体の受付時間が9時までとなっています。残り5分です。第1級受付をお願いします。愛知県、島根県、男子団体戦の受付をお願いします。本部よりお知らせします。9時から21コートの団体戦の練習の交代の時間が参りましたので、次のグループは入っていません。練習に入ってください。よろしくお願いします。
しております、観客の方にお知らせいたします。本日の個人戦におきましては、壁応援を禁止しております。応援の方は通常の応援の体制でよろしくお願いいたします。以上です。連絡します。女子準決勝、144番ウィンウィンズクラブ岡島鈴木ペアと145番オースジュニア、小山鈴木ペアの、対戦は9時20分から行われますが、9時20分に、選手の方は、受付ホーム前にご使用ください。第3投稿準決勝144番145番の対戦は9時20分から行いますが、9時20分に、選手の方は受付本部前にお越しください。
シストもバカです。何してんだよ、マジで。準優勝です。イエーイ。Thank you.
Thank you.
個人戦の、準決勝以降は、本部審査員の優勝しますので、男女個人戦の準決勝以降は、本部審査員の方で、各コートまで誘導しますので、選手の皆さんは、本部通した、受付のところへ集合してください。男子女子、個人準決勝以降は、指定された時間に、本部した受付前に、選手の皆さんは集合してください。男子の準決勝、48番、日立大田スポーツトレーナー鈴木小松崎ペア、男子48番から連絡します。団体戦のオーダー表の様子についてご連絡いたします。今現在各コート1試合目入っていると思いますけど、
西山銀行の、大谷の停止についてですが、前の試合の第一対戦が終わるまでに、次の試合の大谷を、提出していただきたいと思います。繰り返します。大谷の提出についてですが、前の試合の第1回戦が終わるまでに、次の試合の、横断表を出すようにお願いします。ただし、本日13コートから16コートにつきましては、1ブロックの、試合進行となっています。13コートから16コートにつきましては、1試合目が終わったら、次の試合の対戦の横断表を速やかに提出しています。車の手配ができないそうなので、移動を必要お願いします。車種はどこおすすめですけど、トヨタで、ナンバーが京都ポロ301、ナンバーが9番です。第1級車の方を移動してください。よろしくお願いします。もう一度言います。車の移動お願いします。トヨタの車です。ナンバーが京都の301、ナンバーが9になります。第1級車お願いします。本部から連絡します。本日の進行表についてですけど、プログラム日体の進行表ではなく、岡山県ソフトテニス連盟もしくは、日本ソフトテニス連盟に、ホームページ日体の進行表で進行しております。再度各、県の方で確認していただいて、日程を決定したいと思います。よろしくお願いします。男子団体戦11コートで高知県の選手試合になってます。高知県の選手の方は11コートへご出場ください。本部よりお知らせします。本日のナンバーは先ほどお願いした車です。トヨタではなくマスターのキャンプですが、大地区移動をお願いいたします。One, three!
Thank you.
すごいですね。